さあ、この時間の素敵なゲストをお迎えしましょう。稲葉浩志さんです。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。もう稲葉さんは、はい、ラジオプロモーションは久々ですね。そうですね、はい、久しぶりですね。ねえ、はい、しかもね、今回はお一人での、はい、ね、稲葉講師としての、ソロアルバムが出ての、ね、キャンペーンがあるわけなんですけれども、はい、今日もですね、お召し物が素敵なデニムシャツ、素敵なデニムシャツ、はい、ねえ、着替えておりますけれども、はい、相変わらず結構ワークアウトとか忘れてるんですか。まあ普通ですね、そんなに重いもの持ち上げたりとかですね、はいはい、そんなハードにはやってないですけど、まあ、とにかく怪我したくないんで、そういうことは気をつけてありますけどね。あ、そうです、はい、いや、なんか前テレビの特集で、はい、ビーズのこうドキュメンタリーを見た時に、はいはい、ツアー中でももう走るのは欠かさないみたいなって。そうですね、はい、ただツアー始まっちゃうと割と、うん、抑え気味というか、とにかく全てのエネルギーをその、はい、本番の時間帯に注げるような感じはしてますけど、そう、はい、もう僕から稲葉さんもうちょっとこうミスターストイックって感じがするんですけど、特にそのテレビの影響大きいですよね。なんか、あのあと普通にお店行っても、飲み物を出てくるときに、氷はいらないですよねって最初から氷入ってないという人もいますよね。実際はどうなんですか。まあ、確かにあんまりいないですね。いないですか。